はい、こんにちは、しゅんです。こんにちは、みたりです。はい。今回は、心の豊かさを得るためにというテーマでお話ししようと思います。よろしくお願いします。お願いします。昨日の、前回のシャープ21の最後の方でも出たんだけど、デンマークは食事の見た目とかよりも、誰といるかとか、どう過ごすかの方が大事っていうような話があって、時間の過ごし方として、ヒュッケっていうのがあるんでね。そうです。ヒュッケっていう文化だね。ああ、文化だな。まあ文化かな。花見的があな。ります。位置づけとしては。花見的な。花見。けどもうちょっとなんか身近かもしれない。なんていうか、花ああ。見はみんなでしに行くじゃん。その場所へ。いっぱい荷物、いっぱい荷物持ってって言ったらあれだけど。まあ、一大イベントって感じがする。一大イベントだけど、まあ、本当に、なんだろう。ユッケっていうのは、なんだろう。なんでもないことをちょっとなんか特別な時間にして、大事な人と過ごすっていうか、ちょっとした工夫で特別な時間を作るっていう感じかな。やっぱりこう、その文化ができたって、できたのが、そのデンマークの気候もちょっと関係してて、やっぱりデンマーク暗いし、寒いし、雨毎日降るし、特に冬は。そうなってくると家の中で過ごす時間がどうしても多くなっちゃうんだよね。そんな時にこう、ちょっと可愛いブランケットを膝の上に乗っけて、あったかいホットココアを入れて、ホットチョコレートかな。で、家族みんなでなんか映画を見たりとか、夜ご飯食べるんだけど、ちょっと部屋をこう飾り付けして、もういつもとはちょっと違う雰囲気を出してみたりとちょっとか。パーティーみたいにする。パーティーっていうか。まあ、パーティーだけど、なんていうか、そういうちょっとした、本当にちょっとしたことで特別な時間を作るっていうか、なるほそうどいうね。文化がデンマークにはあって、そういうのってクロアチアにはあるの？あんまりないけど、まあやっぱみんなで集まってご飯食べるっていうのが、外で食べるっていうのがあれかな。こっちだと。暖かいから外で食バべる。ーベキューとかするし、あと本読むのも海辺でしてみたりとか、そういうのは多いかもしれんね。カフェ文化だからね。そうだね。もしかしたらデンマーク人にとっての花見は、こう夏？デンマークもちょっと暖かくなってきた時に海に行くのがもしかしたら花見的な感じかもしれない。っていうのは、私が去年、ここデンマークに来たのが7月のちょうど中旬かな？で、デンマークって25、6度までしか上がんないと思うんだけど、毎年。なんか30度を超える日があったのね。3日間ぐらい。で、チームメイトに誘われて行ったの、海に。もうそしたらもう人がもう、何？ デンマーク寒いから、基本的にみんな海に行かないんだよね。そんなに。なるほどね。でも本当にすごかった。人が。ディズニーランドぐらいいた。もうすごかった。もう隙間ない。砂浜に。ってぐらいすごくて、もうなんか、ありえないことが起こったみたいな感じの雰囲気。すごいなんか、貴重な経験だったね、去年の夏は。でもなんかそこまでヒュッケっていうのはなんか、特大イベントではなくて。まあ、俺らもそうだよ。バーベキューとか、なんかそういうカフェとか行くのも、海ってこう、家でするようなことを海辺でするっていうのも、別にそんな特別なことじゃなくて。で、ヒュッケとかそういう、ちょっとしたことを心の豊かさを得るための、活動と考えると、やっぱ日本は、なんとなくこう、スタバとか、あとは、なんだよ、ちょっとおしゃれな、どこに行ってなんかしてみたりとか。まあ四季折々のなんかあるよね、確かに。春は花見して、紅葉して、紅葉見に行って、もみじ狩りして。祭りは頻繁にあるんじゃないかな、こっちより。って感じですね。確かに。だから、ちょっとした雰囲気あるところに、なんか雰囲気あるものを作るっていう、雰囲気あるところに行くっていうのが、日本はそれに当たるんじゃないかなっていう感じはするよね。確かに。
でもちろん日本とかそのヨーロッパに限らず、やっぱスポーツはそれに入ってくるのかなっていう感じする。心の豊かさを、うんうんうんと考えると。ヒュッケではないけど。うんうん。そうだね、確かに。うん。なんかそう思うと日本って、うん、なんていうか、デンマークはヒュッケがあるけど、うん、ヒュッケっていうのはそのなんか、ある意味変わり映えしない毎日をちょっと特別にする感覚があるじゃない？うん。けど日本って、まあ、今言ったけど、四季もあるし、なんか、うん、結構イベントがあるじゃない？イベントあるね。絶えず。うん。イベントが多いじゃん、基本的に。うん。うん、まあなんだろう、言ったら節分とかさ、節分ひな祭りとかさ、なんか月一個ぐらい何かしらあるから、うんうん、なんか、その、なんか常に何か、こう、次のイベントを待ってるじゃないけど、でもそう思うとヨーロッパってクリスマスはすっごい一大イベントじゃん。確かにね、そうだね。一ヶ月も前からさ、ほらみんな準備して気持ちを高めていくわけじゃん。街ごとそうだからね。うん、なんかそういう文化もなんか違いがあって面白い。あとイースターは日本にはないけど、うん、でもこっちの人なんてスーパーはなんかもう卵だらけになってるしね。うん、イースターは大きいあれだよね。大きいよね。まあクリスマスもイースターも宗教上の問題だから、日本で言うと正月とかお盆とかそんなもんで。まあ、でもなんか面白いね、その国の文化がさ、こう人々の生活のスタイルになってると。うん、やっぱヨーロッパって一つじゃない、一つ、当たり前だけど、なんか、うんうん、日本にいた時はヨーロッパは大体全部こんな感じだろうと思ってたけど、やっぱ国によって全然違うし、うんうんうん。うん、面白いね。うん、そうだね。思ったよりバラバラだよね。バラバラ。その東ヨーロッパもそう、こっちのね、うん、北欧もそう。全然違うね。西欧のことは俺あんまりわかんないから、なんか誰かと、こういう話できればいいなと思うんだけど。まあ、わかんないな。うん、わかんないから、まあ、また今度っていうことで。まとめると、うん、今はさ、今この状況で、いろんな外に行くのに制限かかったり、スポーツができなかったりとかしてるじゃん。人と会うのを、こう、うんうん。こう、自粛せざるを得なかったりしてるわけで。うん。まあ、ヒュッケの考え方は一つヒントになるんじゃないかなっていうのは、俺最近思ってて、うん、うん、特に本当今だよね、コロナウイルスで、うん、ステイホームって言われてる時に、うん、キャーって時にね、なんかどんどんいい考えてね、うん、いいことは真似すればいいし、日本だともちろん真似されるようなことはいっぱいあるし、うんうんうん、あ、そういうのをどんどん取り入れながら、何、こういう自粛期間を少しでも前向きに過ごせたらいいんじゃないかなと思います。うんうん、そう思います。うん、こんな感じで今回はいいかな。それでは皆さんも何か家の中でちょっと楽しくなるようなことをやってみてはいかがでしょうか。というところで今回は終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。